アルプトランジット計画。アルプトランジット計画は、既存のトンネルよりも数百メートル低い位置に、新しい規定トンネルを建設することで、アルプス山脈を南北に貫く、新しい高速鉄道を設するスイスの連邦プロジェクトである。ドイツ語で、ノイエアイゼンバーンアルパントラバーサルを略して、ニートとも呼ばれる。安全上の理由により、アルプトランジット計画のすべてのトンネルでは、 本の単線トンネルが並行して建設され、およそ300メートルおきに連絡路を設置して、互いに連絡することで、非常時に、もう片方のトンネルを利用して避難が可能となっている。計画は2つの主要部分から構成されている。ゴッタルド、ゴートハートルートは、ゴッタルド、ツインメルベルク、ジマーバーグ、チェネリ、サネリーの新しい規定トンネルから構成されている。 スイス連邦政府との契約により、アルプトランジットゴッタルド株式会社、アルプトランズットゴートハート AG が建設している。1881年に完成した、従来のゴッタルドトンネルの全長が 15.0km で、あるのに対し、ゴッタルドベーストンネル、ゴートハートバサスタネルは、計画全長 57km で、2016年6月に開通。 2018年予定、タンプレゼントへの技術要求書によるし、青函トンネルの 53.85km を抜いて、世界最長となった。ツインメルベルクベーストンネル、ジマーバーグバサスタネル、ゴッタルドベーストンネル、チェネルベーストンネル、サネリーバサスタネルから構成される、新しいゴッタルドルートは、最大標高 550m で、最初の平坦なアルプス縦貫鉄道となるべく、 設計されている。この結果、最高速度およそ時速 250km のアルプスを循環する高速鉄道により、チューリヒ、ズリックからミラノ、ミランまでの所要時間を現在の4時間から2時間30分に短縮する予定である。レッチュベルク、ローチバーグルートは、ベルンアルプスを貫く新しいレッチュベルクベーストンネル、ローチバーグバサスタネルから構成される。 BLS アルプトランジットレッチュベルク株式会社 BLS アルプトランジットローチバーグ AG が建設している。全長 34.6km のトンネルは2007年6月に開通し、アルプトランジット計画で完成する最初の区間となった。バーゼル、バーゼル、オルテン、オルトンベルン、ベルン、ブリーク、ブリックドモドスソーラ、ドモドスソラミラノを結ぶ。 西側の交通路となる。大部分の交通は1913年に完成した全長 14.6km のレッチュベルクトンネルから移行する。コスト上の問題により、レッチュベルクトンネルの2つの単線トンネルのうちの一方は、その3分の1のみが完成して強用され、3分の1はくのみで、残りの3分の1は未着手となっている。高速分岐器の使用により、 完成している3分の1の区間は通過線として用いられる。レッチュベルクルートの他の区間は1905年に完成した全長 20km の単線トンネルと1921年に追加で完成した単トンネルからなるシンプロントンネル、シンプロントンネルである。バレー州、バレイと北イタリアのピエモンテ州、ピードマンドを結んでいる。スイスは アルプス山脈を通過するトラックによる貨物輸送を制限しようと欧州連合と交渉したが、これは拒否された。このため代わりにスイスは国内、国際を含むすべての3.5トン以上のトラックに対してルスバと呼ばれるキロメートルあたりの貨物輸送車両への税金を課すことを要求した。税額をめぐって交渉が引き続き行われ、その過程でスイスは アルプス山脈を縦貫する新しい鉄道をインターモーダル輸送のために建設することを提案した。この提案はトラックの通行制限を28トンから48トンへ引き上げるという要求一致しなかったことを除いては EU によって受け入れられた。徐々に重量制限は引き上げられ最終的に40トンで合意が行われた。欧州連合との相互陸上交通協定により アルプトランジット計画が完成すれば、貨物輸送車両への税金は1トンキロあたり1.6スイスフランから1.8スイスフランまで引き上げることが可能となっている。この条件は、レッチュベルクベーストンネルの完成により満たされることになる。さらに、スイスの法律は、これ以上のアルプスでの道路建設を止め、モーダルシフトを推進する政策をとり、 アルプス保護条項1994年成立。アルプス縦貫輸送での道路から鉄道への移行をできるけ進めるため、アルプスを超えるトラックの最大の数を制限した移転目標を定めている交通移行法1999年成立。しかしながら、この移行目標は、アルプトランジット計画の全てが完成しなければ、達成不可能である。 アルプトランジット計画の当初の構想では、二つのルートのうちどちらか一つのみを建設することになっていた。しかしながら一つに決定することができず、地域間の争いがアルプトランジット計画全体を危機にさらすことになったため、スイス連邦参事会は1996年にゴッタルドとレッチュベルクの両方のトンネルを同時に建設することを決定した。 アルプトランジット計画の全体のコストは2005年現在、およそ160億スイスフラン、約1兆5600億円と見積もられている。スイス国民は1992年9月27日の投票でこれを承認し、さらに1999年に新しい公共交通基金による財務計画を再承認した。この基金、ドイツ語でフィナブは、 主に貨物車両に対するキロメートルあたりの税金を財源とし、この他に本来道路建設を目的としていたガソリン税と消費税の一部を当てることになっている。この基金の総額は20年間でおよそ305億スイスフラン、約3兆円となり、アルプトランジット計画の他にバーン2000計画にも当てられる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。